どうも D チャンネルです。すごいふてぶてしい顔をされてますけど、以前ですね、私が考案した企画で罰ゲームボーリングっていうのをやりまして、今回それをやろうかなと思うんですけども、まあこの100均で買ったプラスチックのボーリングがありまして、まあこんな感じでピンがあって、まあボールこう投げて倒すやつなんですけども、ピンの裏にこんな感じで数字が書いてあると、これは4ですね。こんな感じで数字が書いてあって、1から10までの数字があると、でその数字に沿った罰ゲームが、まあ、こんな感じで用意されてると、一巡で、まあ、1人2投投げる、あのボーリングのルールにのっとってやりまして、投げて、まあ、倒れたりとか倒れなかったりとかするじゃないですか。この倒れなかった今5本立ってますけども、そのうちの1個を取って、でそれに書いてある罰ゲーム、これだと6ですか、6番の罰ゲームを受けるという感じで、1回やって、まあ、全部残っちゃったとしても、残り1回やってストライク出し、ストライクというかスペア出したら罰ゲーム免れるということで、はい、もしかしたら3巡全部罰ゲーム受けるかもしれないしとか、全部セーフかもしれないっていう感じでやってって、で、まあ、倒したピンの数は覚えておいて、3巡やって一番点数の低かった、倒したピンが少なかった人はもう1回、全部立った状態で1回だけ投げて、はい、で残ったピン全部の罰ゲームを受けると。なるほど、はい、だから最下位はまあ相当きつい罰ゲームを受けるという感じで、10個残ったら全部やる、10個全部やると。やだなそれは、いう感じでやっていきたいと思います。さあ、というわけで、一番最初は私デベソということで、はい、ピンはですね、ランダムに並べてあります。どれの裏にどの番号が書いてあるかっていうのは分かりません。まず自分左投稿なんで、いきなりカメラに背向ける感じになっちゃいます。1投目いきます。いきます。あれあれどうぞ。いきます。おお、じゃあもう1投。すげえ。まだピンを見てません。じゃあピンに書いてある数字はこれ。1番。この座体前屈10秒。いまいち自分これ何か分かってるんですよね。あのこれです。足を伸ばしてグーッと。あーやべえ。よーいスタート。1、2、もっともっともっと。3、4、5、6、7、8、9、10。健康的だ。さあ続きましては佐々木さんの挑戦です。はい、じゃあ行きます。はい、ブリやった。おーストライク。ストライクやった。さあ続きましては阿部コンさんの挑戦です。よろしくお願いします。おお。さあこれでスペア取れば免れますから。ああ完全に外れた。じゃあ一本だけ引いてください。どっちかですか。どっちかです。見ちゃいけないですよね。見ちゃいけないです。こっち7番。7番は恥ずかしいエピソード。ああ、阿部子さんの恥ずかしいエピソード。もう最近あったことなんですけど、はい、まあ、自転車僕結構使ってるんですよ。細い道があって、で、まあ、そこに入るじゃないですか。そしたら向こうからおばあちゃんが来たんですよ。まあ通行人は僕とおばあちゃんしかいなかったんですけど、向こうも自転車で、僕自転車こうやって行くじゃないですか。はい、で、来たなみたいな、はい、おばあちゃん来たな、向こうから来た。そしたらなんかおばあちゃんがすごいこううわーみたいな感じで、ああびっくりして、なんかこう降りようとしたんですね。でもそのなんていうかな、大げさだったっていうか、そのおばあちゃんが。わかります？なんかありません？そういう細い路地とかで、こっちは何も悪くないのに、向こうが勝手にこうびくついて、ああ勝手に危険予知してるんですけど、ね、でそれで、すれ違いざまになんか、そんなの僕すいませんみたいな感じになっなったわけですよ、やっぱ、はい、おばあちゃんがやっぱ圧倒的にこう、あれじゃないですか、はい、高齢の方で徹底してた感じだね、はい。で、それで、こう、まあ、すいませんみたいな感じで会釈したその先に、こう、主婦の方が2人いて、なんか最近の若い子はね、みたいな感じの話をしてるのかなって思って恥ずかしくなりました。さあ、続いては清盛さんの場でございます。それではお願いします。スイストライク。今のとこ、最下位はじゃあ阿部光さんになるわけか。
まあそのようですね。やべ一品差だ。うん。ああ。いきます。ああ。ハッピー。そっち。じゃあこれはドン。10番。10番。うわあ。レモンスプーン。レモンスプーン。よし。あそんな感じ。ちょっと。どうなってんだ。あ結構ありますね。こぼれる。これ本当まんま8割でレモンの汁なんですよこれ。躊躇。おお。おお。いい顔だ。じゃあ行きまーす。ふり。残った。あ。残っちゃった。出るか。あーあー。ああいいですねー。やっちゃった。ここで7ピン。さあ3本のうちどれだけ。よし、はい、8番4だ。あ、4番ですか。4番。一発ゲー。うわあ、いいですね。うわ当たり引きましたね。ほんとね、Dチャンネルでやんないですよ、一発ゲーなんて。俺だってそんなキャラじゃないもん。おー、やだすごい耳が頑張ったね、頑張ったね。見れた。この造成状にやればね。まだ一回もカーター出してないな。いきますよ。はい。うわあ。いい顔。さ、いきますよ。はい。今日もさ、みんなよりちょっと前出てますね。よしよしよし。逆。さあ、頼む。シュイ。あれ、治った。あー、ハッピン。あー、さあ、何が残ったのか。なんだ、ミス。こちらでございます。7番。恥ずかしいエピソード。さっき滑ったやつの僕が、さっきの阿部コンさんの二の前。仕事場で働いてた時の話なんですけど、ある患者様がすごいお酒飲みなんです。自分がちょっとまあちょっとお酒休む日作ったのどうですかって言って、缶キュービどうですかっていう。ありますね。そしたら自分何のことか間違えてたのか、休缶日作ってみたらどうですかって言っちゃって、はい、実際それ本当は逆だったっていう。え、逆なんですか。え、自分休缶日だと思ってますね。缶キュービ缶キュービなんですか。逆じゃない。あの雑誌休刊して何の意味があるのと他の人にも突っ込まれました。え、休缶日ですよ。でもだって休缶の缶はね、着物缶で、うん、合ってますよ。缶休日だったか、休館日だったか。これなんか、まあ、下手すりゃなんかうちらも巻き込まれた恥ずかしい感じ。最終レーンですね。そうなんですよ。で自分ストライク出さなきゃ終わりなんですよ。だからそういう意味では自分最後にした方が良くないですか。あ、なるほど。展開的に飛ばしていただきます。うわー、惜しい。一品残った。あー、いや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 、どれ、これか、あの手前、それそれです。いや、はい、なに、やだ、はい、え、2かな、2ですね。あ、ビンタ、やばいな、ビンタ。じゃあ我々残った3人で勝った人がじゃあビンタをするって感じですか。いや、絶対キョブリさんやだ、もう絶対キョブリさんやだ、キョブリさんやだ、頭を飛ばかれる。じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。あー、負けた。あいこでしょ、アイコンでしょ。あー、アベコンさんが、アベコンさんはバドミントンやられてたんで手首のスナップはおー持ってる。おー、おー、悪い子だ、これ、これは悪い子だ。いきますよ、ちょっと待ってくださいね、ほんとついてるんで。あー、これ一体ビンタだ。あ、ちょっと待って、今の方がよっぽど一発逆っぽかったよね。これ連続してストライク出したらもう罰ゲームが回避ですよ。プレッシャーかけますね。かけなきゃ。あー、最悪。6ピン。あー、あ、じゃあ合計34ピンで佐々木さんには負けてますね。よっしゃ、勝った。佐々木さんは最下位回避です。よっしゃ、よし、じゃあ、はい、これ3番。3番、
ブリッジ10秒。あーありがとうございます神様。ブリッジ得意なんですか。そうだ、あのブリッジ頭ちゃんと離してくださいね。ブリッジってこれじゃないだって。それです。パンツ見えたよ。そこ心配する。3おへそが4 5 6 7 8 9 10。何これ木村さん29だからもうね、ガーターとかでも出さない限りよほど大丈夫な感じだと思うんですけどね。あ、怖い怖い。人はやっぱり油断してる時が一番あれなんだ。いや29ピッツさ、もうあれですよ、そういう時こそ背中で駆動というのだけど、ね、いきますよ。はい、せーの。あー、いや一品。さあどうなる。しっかり狙って、うん、あー3ピンか、合計32ピンで3位です今のところ。あれうわ、7本中1本引いてください。どれだ、どれが皇帝か。これですね。いきます。開示か。3番ブリッジ10秒。5 6 7。隠した。9 10。あー、首が。あー、これ頭でやるんですか。いや、あの本来 手でつけやるんですけど、僕は手なんですか。柔道部はやっぱ首とかで止めて鍛えたりとかそういう感じ。これでもう自分はもう1投にかかってますね。自分がストライク出さない限りもう9ピンだろうとビリになると。よかったじゃないですか。よかったじゃないですか。こういう展開熱いっすよ。右でいってみます。いきます。はい、はい。最下位はさつき清盛さん。というわけで清盛さん、じゃあ一投しまして残ったピン失礼でございます。これ逆にストライクだったらどうなるんですか。ストライクだったらもうやったで終わり。やったで終わりですか。確かに。それでもそれはみんな望んでるかもしれない。そう、ハッピーエンド望んでるかもしれない。ハッピーエンド、ハッピーエンドでね、終わらせればいいんですよ。ナムさん、あー、4つ残った。4つ残った。記念に取る。すごいゴキブリみたい。なんかさっきから冷たくないな。じゃあ数字どれが残ったのか見ていきましょう。1本目が、はい、じゃあせせん6番。あー、6番。あー、くすぐり15秒。あー、結構きついな。やばいな。15秒スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14。スタート。続きましてのピンはデデン、ビンタ。ビンタ、ビンタ。じゃあじゃあじゃんけんで。あ、どこですか。あ、どこですか。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。あ、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。あー、ごめんなさい。どっちがいいですか。肉質的にこっちで。じゃあこっちでいきましょう。マジで。あ、ほんまだ。震えた。でで3番ブリッジ10秒。6 7 8 9 10。お疲れ様です。でででん10番レモン汁スプーン。あー、苦悶の表情。苦悶だ、雲だ。あー、スッパーマン。おー、サーティー。あ、一発ですか。というわけで以上、罰ゲームボウリングでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大変です、大変です。巨大怪獣ナメコンが D チャンネルを潰そうとしています。あー、登録ボタン、 D チャンネルのボタンを押して登録ぜひぜひ飛んでください。お願い。D チャンネルは潰れてしまいます。ぜひとも D チャンネルを登録お願いします。D チャンネルをよろしくお願いします。ナムコンに、ナムコンに噛みつぶされてしまう。